どうも、レラリトです。福田です、こんにちは。よろしくお願いします、はい、さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回はエンジェル伝説のこちらだ。じゃん、好きなセリフランキングということで。好きなセリフね。まあね、まあ、セリフもまあ、いっぱいありますからね。まあ、もちろんね、漫画ですから。はい、こちらの方をね、ちょっとランキング形式で見ていきましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう、はい。じゃあ僕の好きなセリフ第3位はこちら、はい、ジャン。結構いいやつが2人もいれば、悪者なんかには負けはしないぞ。これはあのイクノちゃんですね。イクノが、はい、レオハルフォードに悪魔退治みたいなのを頼んだ時に、その前にヤンキーに絡まれてるのか、うん、それを倒しに行こうっていう時に、お前もいいやつだし、私もいいやつなんだったら、結構いいやつが二人もいれば、これね、悪者なんかには負けない、負けはしないぞっていう、このイクノちゃんがね、こんなこと言うんだっていうのでね、すごい良かったですね、うん。言いそうにないじゃん、無感情なんだから、あんなに。いや、うん、あの最初は無感情だったんだけど、うん、後半無感情っていうか、うん、ただ言いたいことズバズバ言うやつなんですね。そうね、うん、うん。そうだから、なんかね、嬉しかったですね。イクノちゃんこういうことを思ってたんだって思うと、イクノファンだね。イクノファンになってるやん。はい、いや、イクノちゃん好きですから僕。お、そう、うん。やっぱだ、育ってきた環境がやっぱああだったから、ああいう風になっただけで、根はやっぱいい子なんだなっていう。イクノちゃん、僕は女性としては好きじゃないですよ、そこは。いや、別に俺も女性として好きなわけじゃないですよ。あ、そうなの、はい、ごめんね、勘違いして、うん、キャラクターとして好きですけども。まあでも、はい、あの比較的いいセリフ言わせてるよね、うん、そうね。だから、うん、なんかね、この漫画やっぱ後半にかけて意外とこう、ちょっとジーンとくるようなね、うん、シーンが多かった。そこら辺が僕好きなんですよね。すごい20代の人が描いてるにしては、うん、すごいなんかジーンとくるような。そうね、あるよね、うん、うん、そうなんですよ。そういうのも聞いちゃいましたね、僕は。多分この人は優しい人なのかもしれないね、作者ね。確かにね、うん。じゃあ行きましょう、はい、私の第一さん、こちらです。キエイ、セリフと撮ってるわけですからよ。そうです。え、はい、これいつのこれです。え、ごめんなさい、イクノちゃんのお父さん。3人で、そうそう、役があるやつね。そう、3人でお父さん同士が3人で三つどもえになってる時に初めて、うん、はじめがね、イクノちゃんのお父さんを知って、はいはい、あー、僕やっちゃったっていう時に、キエ、ね、うん、ごめんなさい、イクノちゃんのお父さんって言ってたんですよ。役ですね。これがキエです。確かに自分は傍観だと思って、はい、なんか退治しちゃったけどっていうのを謝りたいってやつね、はい、で、うん、でもこの気鋭で驚いて、あの二人が戦っちゃった。、はい、またね、引き金引いちゃってね、うん、そこで気鋭、うん、確かに気鋭はね、いろんな気鋭がありますけど、ね、そう、役がね、ありますからね、はい、そこの気鋭が新しいかもしれないね、あれね。確かに。面白い。すごいですよね、はい。じゃ僕の第2位、はい、好きなセリフ第2位はこちらです。碧空高校ナンバー8、小木須隆史、暴れてやるぜ。最後のこれ最後のとこですね、うん、で、小木須はね、ここに碧空高校に転校してくるまでは喧嘩で負けなしだったのに。そうなんですよ。そう、碧空、うん、高校来たらもう負けっぱなしと。いや、負けっぱなしってか、まあ基本的には、うん、あの行くのと涼子にしか負けてなくない。そうそうそう、うん、まあ、竹久にも負けてたな。竹久にも負けた、うん、そう、やべえ高校だっつって、うん、で、常にね、ナンバーワンをやっぱ目指したわけですけども、もうナンバー8っていうのをすごい、うん、なんつうの、前向きに捉えてね、このだからこれ、うん、もうラグビー漫画ですよ、だから。いや、違います、ナンバー8を自慢してるっていうのは。ね、はい、うん、で、小木須もね、本当にまっすぐでね、可愛らしいやつなんですよね、うんうん、道場行ってね、ちょっとそう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 、両子のね、お父さん、うん、こいつが一番通ったんじゃない、道場。いや、これ、こいつはだから、平八に、平八だっけ、平蔵、平蔵、ボコされてるからね、なんか。こいつだけ、めちゃくちゃボコされてるから。そうなんですよね、うん、こいつもだから、ろくにちゃんとした喧嘩は一回もしてないですよね、すぐやられてばっかだから、うん、いや、そうよ、うん、平蔵も、平蔵にこいつ壁にね、毎回かず、壁までぶっ飛ばされてるから。、うん、映像もだから多分クレイジーだよね。まあ映像はもう、うん、そうね、やっぱりあの娘に奥義使っちゃうっていう。いや、なかなかない、うん、確かにね、娘の芯当てみたいな、胸触ってドーンって心臓止めちゃうんだよね、うん、やばすぎますよね、あれは。はい、で、奥義さんはもう
このセリフ良かったですね、最後なんか ジーンときましたね。小木さんはでも使えるキャラだよね、うん、その物語に詰まったらそう、ね、これ面白いんじゃないかって、うん、いや私の2位こちらです、はい、ゴーお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 父さんお父さん北野くん北野くんはキエでお父さんゴーお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 父さんどういうことなんだ。何がですか。いやゴーお父さん普通に働いてるんですよね。そうですよ。それでも払ってるってこと。いやだからテンパったらそうなっちゃうってことよ。お父さんでゴーおーおー、うん、自覚はないのよ。自分では喋ってるつもりなんだけどそうなっちゃってる。過去の思い出の時一回もこれ言ってませんよ。ちょっとね確かに過去の時はねもっとクールな感じだったんですよね、うんうん、普通のやつでしたよ。それがもうゴーおーおー、これはこの時のゴーおーですけど、ほら誠一郎お前は危ないから下がってなさいこの人たちはって結構長めのゴーお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 ーこら誠一郎お前は下がってなさいって、この人たちは、まあ、三つどもえのところですよ、ね、さっきと同じシーンですね。そうそこで結構長めの言っていたっけ、声だけゴー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 で、これは誠一郎お前は向こう危ないから下がってなさい、この人たちはね、なんたらかんだまだまだ言ってましたからね、まあね、うん、俺たちはヤクザなんだからっていうのを言いたいってことですよね。それゴーゴーすごいですよね。いや笑っちゃうよな。いやまああの親子いいやつだ。あの家でも電気つけてないの、あれは目がきついからってこと、ってことなんじゃない、うん、本当にそうなのかね、黒目ちっちゃい人って。俺黒目の大きさはみんな一緒だって聞いたけどな、人間。あ黒目の大きさ違うんじゃん、なんか、うん、でも俺は大きさ一緒だって聞いたら、そんでこの出てるところが単純に白目が多く見えるか黒目が多く見えるかっていうふうに俺聞いたことあるんですけど、違うのかな。でもなんかコンタクトレンズのでかさ違くない、みんな、なんかサイズない。でも俺サイズ気にしたことないんだよな、コンタクトレンズ。この俺コンタクトレンズしたことないからわかんない。まあね、まあでもだから黒目がちっちゃいからそういう部屋は暗くしてるってことですよね、うん、なんか瞳孔とかなのかな、わかんないけどね、うん、確かにね、うん、さあじゃあ、1位ですね、はい、はい、僕の好きなセリフ1位はこちらです。それになるより俺にとって大切な友達であることに間違いねえんだ、不良も普通の人も関係あるかってんだよ。これはあの竹久が、うんうん、あの昔のね、うん、先輩が来たのって普通のやつらしいから、うん、一緒にやっちゃおうぜみたいなところでね、この、うん、行ったんですよ。俺ずっとそれ気になってたの、うん、あの竹久がもし北野くんが不良じゃないって気づいたらどうなっちゃうんだろうと思って、うん、それがねずっと心配だったの。その回ありそうだったけどね、うん、でもう一回竹久くんと北野くんが喧嘩するみたいな回ありそうだったけど、うん、なかった、なかった離れちゃうかと思ったけどね、うん、友達だったんだ、大切な友達だったんだって思ってね、うん、感動しちゃいましたね、ここは。まあ竹内さん友達いないからね他にね、うんうん、でもだから仲間とかじゃなくてその友達って表現したところがね本当に良かったですね、僕の中では、うん、まあね、うん、黒田のことも友達だと思ってるってことでしょ。って言ってた？いや、全体的にあのチーム全般を友達だと思ってるってことでしょ。そうね、黒田、年上でしょ先輩ですからね、うん、黒田は。黒田も、あの二人もね。いや、だから、うん、黒田すごいよ。3年生で、高校ぐらいの時3年生で1年生のやつと一緒に帰ってる結構あんまいないタイプ、うん、まあね、涼子のことが、だからあれ、涼子がもしいなかったら、まあそうか、いないか、どうなってたのかね。いないんじゃん、うん、ね、涼子と帰りたいだけでしょ、うんうん、そういうことね。二人もやばいですけどね、ずっと黒田についてきてる二人も。あいつらも3年生だからね。そうね。じゃあ私の1位です。はい。1位こちら。じゃん。邪魔しなきゃきー。竹久くんじゃちゃらきーです。全部きーじゃん。きーと棒で。これ一番最初に出たやつ。最初ね。うん。竹久がなんかやられそうになった時に、もう小島と喧嘩してる時にもう感極まっちゃって、うん、これ役は邪魔しないでよ竹久くんが死んじゃうようです、うん、役はね、はい、それが邪魔しで消え消え竹久くん邪魔しちゃら消えです。竹久くんって入ってるんですよね。いやこれ以降こういう表現ないんですよ。そうだね、もう消えだけだもんね、はい、これ以降は消えだけど、最初で最後のこの最初はちょっとそれこそね前田大尊が怒った、そうそうそう、なんか
でちゃっちゃらみたいな感じの、これから始まった全てはね、うんうん、なんかね、これも俺もネットで見た情報ですけどね、うん、なんかね、その月刊で書いた時はその竹久のところが、うん、もうちょいね、竹久まで行ってないの。そうなんです。なんかごまかして違うあれだったんだけど、参考もらったらちゃんと竹久にしてたっていう、分かりやすくしたって、ね、最終的には僕全部キエにしちゃったっていう、うん、これはいいですよ。まあね、そう、最初ね、滝沢のことはすぐ自殺しちゃうやつだと思っちゃってただけですからね。いや、だから、うん、最後の方のキエもこういう感じなんだと思うんですよ、うん、多分そこをまあ略してキエにしてるだけで、あ、まあ、うん、書くのがもう書くのがもうめんどくさいんだ。北野くんはもう、もうちょいなんか、うん、そうですね、言ってるんでしょうけど、うん、みんなからまあしたらもう消えでいいかっていう感じの、りょうこちゃん男けー、男だよ、出てけー、言ってる、なんか言ってるんです。いや、アニメ見てみたいな、そこあるかな、アニメ、OVA、いや、アニメはもう消えじゃない、消えかな、うん、OVA でその消えの表現のところだけ見てみたいな、うん、まあちょっと OVA 見ることはないです。どうやって見るか分からないですからね。はい、はい、というわけでね、好きなセリフランキングはこのようになりました。興味持った方はぜひ漫画の方を読んでみてください。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。うわ、ウェーブ来た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 、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 来た